演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日ははい、本日はこちらが以前飲んだタピオカドリンクミスドの続きを飲んでいきたいと思います。あと、自分茶がおるというのが新たにありましたので、それも注文してみました。で、タピオカの方にもあるんですよね。というわけで、この2つの飲み比べの意味もあるのかな。ここにも楽しみですね。と、今回はコーヒーとかそういうのも多いです。あれ、コーヒーあったかな。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちらのタピオカミルクティーから飲んでるお店、タピオカの元祖みたいなところがありますよね、ミルクティーで。それではタピオカをしっかりと食感がありますねから消して、タピオカドリンクの元祖といえるミルクティーの香り、宇治抹茶の芳香さ、黒糖ミルクのさっぱりとした甘さ、色が濃厚そうですね。すっきりとした香り、どれも美味しいですから。次はどんな飲み物が出てくるのかな。はい、というわけで冒頭の飲み比べのために、このまま普通の抹茶割れ飲みます。ここだと何か変わるのかな。では飲んでみます。これもまた眠りさせる薬なんでしょうか。でもグレープフルーツ余計に目覚めそうな気もします。では飲んでみます。前回と同様、こちらのタピオカドリンクはもちもちした食感をしっかり感じることができましたね。これが口の中で噛んだ瞬間に広がります。で、このミルクティーはさっぱりとしたミルクの香りがある紅茶が口の中に広がってきました、ね、やっぱりタピオカではミルクティーのイメージがありますね。これが一番美味しかったですね。最初に飲んだっていうバイアスがかってる部分もあるかもしれませんので、まずこちらをこちらのペースでさせていただきます。その上でこちらの抹茶タピオカは抹茶の風味をしっかり口の中で感じることができました。でもミルクティーがちょっと抹茶弱いかなとも思ったんですよね。なのでそのあたりはちょっと改善ならないので、でも黒糖ミルクは通常のミルクティーではもう甘さが強いので、甘いのが好きな方はこちらの方がいいですね。でちょっと甘さ控えめの方がいいかなという方は最初の方をお勧めします。まあそれも十分甘めです。でこちらの宇治抹茶オレ、これも抹茶の香りはしたんですが、個人的になんかさっきのこのタピオカ抹茶オレと比べると抹茶は弱いかなとも思ったんですよね。ちょっと薄いというか、なのでこちらの抹茶の方はより強く感じることができました。そして最後に飲んだこのジャスミングレープフルーツティーは、飲んだ瞬間にグレープフルーツなので苦いかなと思ったんですけど、苦味は全然なくて、爽快な酸味が、のみが口の中にうわっと広がってきました。やっぱりこういう酸味ですっきり目覚められるそうですね。眠りさそうなものがすっきり目覚めさせてくれました。というわけでこちらのペースとさせていただきます。そしてさっきの抹茶オレ再現忘れてましたね。抹茶オレはこちらのペースとさせていただきます。タピオカはマリオミルクティーを代表としています、ね。やっぱりこうタピオカは飲むの方が美味しいかもしれないね。ドミッピザのタピオカパスタも美味しかったんですが、焼くとちょっともちもち感が減ってしまうので、こういう風に飲む方がやっぱりいいのかもしれません。でも食べる方もまだ食べていない気もするので、人とは複雑なものですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブヘイ。